はい、こんにちは、えー。生存の試練です。生存の試練のラスボスです。えー、ここに来るまでがしんどくて、えー、いつもアイテム使ってしまうのがもったいなくて、えー、今回はブリンヒルド2体とフロスティを入れてみました、えー。ぶっちゃけフロスティを入れたのは無謀だったなと反省しています。 えー、アイテムを使わずに、まあ、ここまではこれましたが、えー、この後は、えー、フロスティではちょっと、えー、役者不足だったかなと後悔してますはい、えー、フロスティのミニオンの壁がどのくらい使えるかなと思ったんですけれども生存の試練のラスボスには、えー、厳しかったなと反省してます はい。では、なるべくアイテムを使わないようにクリアするが今回の目標です。今回の目標は、なるべくアイテムを使わないようにするです。厳しいですよね。えー、早速、一旦、時間停止使いましょうか。えー、コンティニューする方が辛いですもんね。あの、 一回でこれ20も使いますもんね。はい、えー、時間停止使いました。えー、ブリンヒルド2体と、えー、フロスティで、えー、アイテムを使わずにクリアする作戦は失敗しました。はい、では続けていきます。せっかくなんで続けていきます、えー。ブリンヒルドで、えー やけど攻撃から身を守ろうとか、えー、あと、浄化としてロックを入れようかなとか、いろいろ考えたんですけれども、えー、フロスティを入れてみて失敗でした。えー、赤に対して黄色も、あ、フロスティの青もいいかなとか、思ったんですけどね。やっぱ星3は厳しいですね。では、 割とピンチなので、えー、もう一旦ここ行きましょうか割とピンチですかね耐えて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 くれましたねでは、えー、スキルを発動しえー 竜巻いきましょうかはいこれでブリンヒルドがスキルを発動できるので回復もしで、えー、どこいきましょうかねここですかねえー、なんとか、えー、クリアは見えてきましたかね えー、時間停止言っときましょうか。これでアイテム3つ目ですね、えー。竜巻と時間停止。大切なアイテムですけど、まあ仕方ないですね。これで相手は、えー、アズアル1体ですね、えー。回復しておきましょうか。 ついでに、えー、ここも行きましょうか、えー、ようやくクリアも見えてきましたね、えー、はいこれでこれでだいぶけりがつくかな アイテム使いながらですけど結局フロスティさん、えー、最後まで生き残ってはくれましたねはいそろそろ勝ちですかねはいありがとうございましたブディンヒルド2体とフロスティによって アイテムを使わずに生存の試練をクリアする。失敗でした、えー。アイテム3つも使っちゃいました。はい、ありがとうございました。